こんにちは、トヨハッピーです。今回の動画はミニプラ搭載中央です。今回は全部で6種類です。キューブライノスが4種類に分割、そしてウルフ、クロコダイルで6種類です。パッケージはどれも搭載中央がデカデカと出てます。番号を、ね、間違えずに全6種類揃えたいところですね。でここに1番って書いてあります。でパッケージの上にも、1キューブライノス A って書いてありますので、全部揃える際は番号を間違えずにピックアップできたらと思います。で、この後出る動物合体シリーズと合わせてワイルド搭載キングも完成です。で続いて2番、キューブライノス B です。そして3番がキューブライノスの C。パッケージ1、2、3、裏は同じです。で、後ろから見ると赤いライン、黄色いライン、緑のラインと、ここでちょっと色分けがされてます。続いて4番、キューブライノス D。 そして5番、キューブウルフ。6番がキューブクロコダイルです。こちらの裏も同じです。縁のカラーリングは違います。ここのラインがね、カラーが全部で6種類異なります。それでパッケージの側面なんですけれども、ラインナップが書いてあります。では軽くパーツ構成を見ていきましょう。まずは1番、中身はこちらです。シールが2枚だけで、パーツ構成はこのように2色になってます。ランナーが2つです。これはなんか比較的作るの簡単そうですね。続いて2番、キューブライノスの B。 ライノスは大きいですからね、4分割になってます。お、これは肩のラインかな。あ、やばい落ちちゃった。で黒い大きいパーツが2つ、そして1個落ちたのがこちら車輪ですね。でこちらがシールです。シール自体も少なくなっているので、色分けのところはめ込むところが作ってて一番面白いです。続いて、3番のキューブライノスの C です。でかいですね、やっぱり。あ、これフロントグリルだ、9番。そしてこれが搭載重要の頭部など入ってます。でシールがこちら。でもなんかこれパーツ数が少なくて、大きいんですけどね、なんか単価的になんかって感じはします。で続いて4番、キューブライノスの D。 とこちらが4番です。ワイルド搭載キングの頭部が入ってますね。サイの部分の角、そして顔のシール、ちょっと見づらいんですけど、これが顔になります。続いてこのパーツがサイドの色分けとか、ワイルド搭載キングの頭部。以上の構成です。続いて5番、キューブウルフ頭部。全部で3つです。黄色とグレー。やっぱりね、機構が複雑なのでパーツ数も多くて、一番作るの時間かかりそうな気がします。ランナーが3つで、こちらがシールです。今のところライノスの両サイドの塗り分け部分がね、楽しみです。続いて6番、こちらがキューブクロコダイルです。これはワニの口の内側かな。で黄色いパーツ、ボディ部分と尻尾でしょうかね。あ、で髪が入ってます。今回6番だけですかね、入ってるのは。でこれがワニの口、ボディ。あ、これ色分けされてるんですね、プラで。でシールがこちら。それでは全部で6種類組み立ててみたいと思います。全6種類の組み立てが終わりました。やっぱりウルフ、クロコダイルが一番時間かかりましたね。2番、3番、4番はすごく簡単です。でこれが1番、キューブライノスの A なんですけれども、
足だけ、ライノスの頭部です。 A だけだとまだ不完全なんですよね。 BCD の付属のパーツで完成になります。続いてキューブライノスの B2 番なんですけれども、この1番に装着するパーツが複数できてます。太ももの側面には車輪のパーツを取り付けます。反対側の2つのジョイントにもこれを合わせて取り付けをします。そして足首のサイド、車輪型のパーツを取り付けます。反対側にも取り付けます。だいぶそれらしくなってきました。はい、そしてライノスの3番なんですけれども、4分割されているせいか、4個買わなければ完成しないというのがあります。マフラーを取り付けます。反対側にも取り付けします。で、ナンバーが書かれたフロントグリルを装着して、あとは角部分だけですね。それは4番に付属してます。2番3番4番の車体パーツはそのまま太いジョイントを合わせて取り付けます。角パーツ、ワイルド搭載キングの頭部はここに取り付け、これでようやくフロントの完成です。前方後方は軽く重ねるだけです。遊びがあります。ですので、この状態で置いて転がし走行ができます。4番のキューブウルフです。これは単体でほぼ完成です。ここを開くとワイルド搭載キングの頭部なんですけれども、ライノスのパーツについていたものを取り付けます。胸元の黒いパーツも取り付けします。あと一つのパーツはまた別で取り付けます。で、変形なんですけれども、差し替えなしの変形です。キューブモードから動物モード、ボディを開いて頭を出すとウルフの完成です。そして6番のキューブクロコダイル、変形は口元は差し替えなしなんですけども、尻尾だけ差し替え変形です。これでワニの頭と体で、尻尾は背中にくっついているものを取り外して左右つなげます。それを後方のジョイントに刺してクロコダイルの完成です。口は開きます。ウルフの1個余ってるパーツは胸元の黒いパーツの下に取り付けします。この携帯で8番7番のキューブ乗せることができます。キューブの下に穴があるので、ライノス側の突起と合わせてはめ込みます。それでは搭載中央へ合体させていきます。まずは7番8番分離させます。で、先頭と後方を分離です。先頭の方は角パーツ取り外します。で、後ろについているジョイントも取り外します。で、このジョイントもさらに2分割で腕に使います。はい、フロントの番号を書かれたグリルパーツは一度取り外して裏返しにして止めます。そして後方車両の底と位置を合わせて合体、腕のパーツを引き出します。8番のキューブは顔を出します。そして下の方に2箇所この穴がありますので、ライノス真ん中2箇所に合わせて合体させます。そのパーツ同様に裏にジョイントパーツを取り付けます。これをライノスの腕の根元に取り付けます。はい、これで完成、搭載中央です。やはりミニプラならではの可動域の多さが素晴らしいです。接地面が多いので多少無理なポーズをしても自立はできます。はい、肩の可動域は保持力強めでちょっとね、固めなんですけれども、ぐるっと回転します。そして腕の付け根、腕部分、この角部分が稼働します。そして右腕も同様です。緩すぎず硬すぎずといったところでしょうか。そしてちょっと一旦ここを外します。で、足部分の稼働なんですけれども、
これもかなり動きます。開いて付け根を曲げて膝も曲げて足首も曲げてみたいなね、かなりポージングが自由度高いです。ただね、ちょっと胴方が短いかなっていう印象は受けます。この可動はやっぱり嬉しいですね。毎度毎度設計してる人はすごいですね。で、足の部分がこうなってますので、まあ、ちょっと開いて内側に曲げることもできます。足はハの字立ちで、下は3番4番キューブを取り付けた時にしっかり立つようになりますね。いやー、これ本当にすごい。ただこの頭部パーツがちょっと奥すぎなんじゃないかなっていう気はします。一度取り外して手前につけた方が、まあ、見た目がもっと良くなるのかなっていう気はしますけども、胸がね出っ張ってしまいます。この位置よりもう少し下がった方がちょうどいいのかなっていう気はしますね。パッケージもよくよく見ると後ろの方に合体させてるのでずれてます。はい、そしてワイルド搭載キングの頭部が左腕についてます。まあ、一度取り外して顔パーツを見てみましょう。こちらがワイルド搭載キング、そして搭載重王の頭部のアップです。そしてライノスを除く1、7、8の合体も可能です。6、7、8も大丈夫ですね。はい、そして未完成ながらもワイルド搭載キングの途中までは再現可能です。ただあのビッグキングソードをどこに装着するかちょっと分かんなかったので、これはまた後ほどというか後日行いたいと思います。ミニプラなんだけど1号ロボに匹敵する大きさになりました。で、この形状での重たさもあるので存在感はかなりのものです。はい、以上ミニプラの搭載重王でした。まあ、こんだけばらけるなら一つにして売ってくれればとも思うんですけれども、ラムネを入れてスーパーコンビニなどで売れるっていう利点があるので、まあ難しい部分はあると思いますけれども、全6種で定価が2268円かな。年々単価はちょっと上がってきてるんですけれども、まあ満足度で言えば作ってて楽しいし、このボリュームっていうのでかなり高いです。はい、以上トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。次のミニプラは8月です。